Minasan. Dobar dan va kuracija vo konnichiwa という意味です。クロアチアはヨーロッパの南にあります。イタリアの隣の国です。クロアチアとイタリアの間に地中海があります。これはクロアチアです。クロアチアは3つ地域があります。この地域は海の地域です。その地域に島が3以上あります。一番小さい島はリンゴです。これはリンゴです。次の地域は山の地域です。山の地域は一番高い山があります。1800メートルです。あまり高くないです。次の地域、最後の地域は、平野の地域です。川や森がたくさんあります。クロアチアの平方は5万面積は5万平方キロメートルぐらいです。これは日本とヨーロッパ、クロアチアはここにあります。とても小さいです。クロアチアの人口は400万人です。そして公用語はクロアチア語です。これはクロアチアのアルファベットです。クロアチアのお金はクナです。100円は5クナです。クロアチアの国旗は3色があります。これはクロアチアの古いの王のシンボルです。そしてこの小さい旗はクロアチアの地域の旗です。クロアチアの首都はザグレブです。ザグレブには有名なところは古い教会です。その教会は13世紀に建てられました。これは下町です。そしてたくさん公園があります。クロアチアの輸入は車や服や食べ物です。そして輸出はワインとオリーブオイルです。クロアチアの有名なものは胡椒のお菓子です。これは胡椒のお菓子、クロアチアです。そしてハートのレツィタル。食べ物です。でもクロアチア人は食べません。贈り物です。結婚式の贈り物。そしてクリスマスの時、クリスマスツリーデコレーションです。クロアチアのレースはチッカです。とても有名です。クイズ。どれがクロアチアの発明ですか？ペンからさんはそしてペンの名前はペンからさんです。どの服はクロアチアの発明ですか？C はい、ネクタイです。クロアチアの軍人はネクタイを着ました。どれがクロアチアの古い地ですか？死じゃない。死じゃない。D。A。
はい、A です。ブラブル。そしてクロアチアのお土産、そのものを使います。ネクタイとグラブル、ネクタイ、グラブルの服、ペン、レースのカバン。クロアチアの料理、海の地域の料理と北の料理とても違います。海の地域の料理、シーフードと魚よく使います。そして北の料理、肉がよく使います。クロアチアの世界一線4つは町です。そして2つは古い教会です。この教会は3世紀に建てられました。この教会は13世紀に建てられました。 そして一つの世界一線は国立公園です。歴史が好きだったらスピットに来てください。スピットはローマの王の夏の家でした。でも今日は街です。クロアチアの国立公園はいくつあります？3です。これは4つです。スポーツが好きだったら国立公園にそのレクリエーションができます。私のおすすめはハイキングです。はい、ありがとうございます。